日。俺がこの空気を支配してる。ん？今夜もビビビビビ、今夜もビットナイト。完全に支配できてなかったですけどね、はい、まあある種できてたけど、まあまあある意味ある種微妙な空気にしたいお前が支配されてるやん逆にね、それお前が支配されてるやつやん、はい、いやいつも言っててやんないから、ね、おっと、ね、あじゃああれやりますかじゃあ今日やりますかやりますか今日の企画をこの間ねあれやったんだよね、はいはいはい、LINE のあれね LINE のあれしたんだよねいつも言ってんではしてないから何何テンテンやどかれたからそれ、うん、いつまでテンテンって何あ、ちょっとほんといい僕も見たことないっすねいや、違う、お前知ってるやらそうかまたお前やらそうかよまたお前いつまでテンテンいつまでテンテンお前、貴公子やらしたのかも貴公子、貴公子ある種、ある種ねある種ね振ってたけどね、うん、そう、なんかしっかりしたね、うん、しっかりしたやつ、しっかりしたやつ、ね、しっかりした企画持ってきたんで、はい、題して LINE のセンス、どうなの君うぇーパート2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 そんな感じでね、お題はなんだっけあ、そう、初回を見てこれ遅れてきてるめっちゃ面白いあ、ほんとだパッ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 あ、今日の試合、まあ、今日の試合したんすか今試合したんすか試合したんすか試合してやったよ、ほんとになかなかお前ら試合しカミカミやけどなカミカミやけど、かろうじてやったけど勘だよ、ごめんねあれだよ、なんだっけ初回のお客、初回のお客さんに対しての1通目のラインああ、うん、まあ、センス出るねこれね出ますねセンス出るよ出ますねこれはやはりセンス出るよ大事ですよねああどういう風なことを書いてやっぱどういう風にお客さんに この人で指名できたいって思ってもらえるかっていうね確かに大事ですね大事だねはいああそうだね、うん、じゃあやりますかやりますかとさくやる本当にやるやるこれ全然いつもやるやらないっていうのもありやらない逆にね逆に下準備がっつりやっといてやらないルイヤマ筋肉ルイヤマ筋肉ない来週に持ち越してあ持ち越せあねまたトークで繋げる自信がないのでやりましょうかうんいつまいルイルイ、うん、あれクールシャーしたいやろあれいつまいてんてんでいいじゃんいつまいてんてんやんないんですよなんすかいつまいてんてんってこれやったんすよ前確か何いつまいてんてんだいぶこすったんすよこれじゃあ行きましょうか行きましょうかとりあえず行きましょう、はい、じゃあ何入れって何あ、何ですねあ、試合するぞ試合するよ何そのお前の絵って幽霊見えたんか試合絵って何その遊んでる方向を見て絵とか入れてすげえ怖くなるから猫かよし、行こうかよし、やろうか最後、あれだけだねあれやね、ひよはなんで猫、なんで招き猫やったひよは元気あるわあれ招き猫やった元気あるわ、ちゃんと幽霊は幽霊は見えないじゃあ行こうやろうか行こうやりましょうかじゃああれこれえ、じゃああのあ、そうだ、来た出してもらってなんだこれ誰のやつか当てるじゃあまず誰かな、わかんないけどじゃあ〇〇ちゃんさっきは LINE のやつねあ、そう〇〇ちゃんさっきはありがとう俺さ、今日衝撃がしてたんだよねいきなりなんだろう、ね、〇〇ちゃんに会った瞬間に自分のお父さんから背中をドンって意味がわかんないね、この人ねドンって叩かれるみたいなこんな刺激受けたのも〇〇ちゃんが初めてなんだもしよかったら今後の〇〇ちゃんの人生に俺も混ざっちゃってもいいかなっていうよくないよっていうねよくないこれいいじゃん別にそれをこれあれ擁護するやん擁護するやん擁護するやんいやこの段階でさそのよくないとかはいはいはいまあまあねそれでも見てからあまあまあまあそうすげえすげえ、まあ、あれじゃないよじゃあ次ねはい次どんどん行きましょう、じゃあお疲れ様、はい、今日ごちそうさまねマジ楽しかったマジで俺ら最強ニコイチって感じよなマジマンジマ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 ンジマジマジパピコって感じマンジこれうざいパピコって感じマンジいい踏んでるいい踏んでるねこれやばいパピコって感じマンジ感じマンジこれやばいわこれやばいわ歌
ジマンジーってことすんね、これも要は言い踏んでるんですね。ライムを、ライムをね、マジマンジー、マジパピコって、ライムをね、コングリね、コングリ、コングリ、ヨロピコパピコ、マイメンツということで、パピコって美味しいよね、何味ですか、ねえねえ、何味ですか、ねえ、面白い、面白い、入ってました。誰やねん、これ、誰だよ、これ、誰やねん、面白い、入ってた、誰パピコ、もうやめて、そういうことすんの、ダメだよ、じゃあ、次行きましょう、はい、次、はい、でかいね、早いね、なんかすぐだね、なんこれ、今日ごちそうでした、ありがとうね、なんででかいの、栗締めいつまいてんてに負けたのは悔しかったよ、また飲みに来てくれたら嬉しいな、いつまいてんて楽しみにしてて、あ、これは前のやつの天丼だね、天丼で、完全に天丼ですね、前のやつのかぶせをして失敗してるパターン、そうですね、今どっちか完全にスルーしてるから、はい、うん、今すごい、多分なんなの今の、いや、なんか、なんか早かったっすね、だからつまんないから、コメント早かった、つまんないから、ね、つまんないから、言ってやろうか、つまんないからね、すげえ、誰かわかんないから、誰かわかんないけど、誰かわかんないけど、俺の目を見て、つまんない、わかんない、全然俺も知らないからね、今知らないから、なんだ。ねえ、ちょっと前なんかそういうくだりがあったんですよ、なんかいつまいてんてん、てんてんのやつって書いてある、てんてんのやつって何、てんてんのそういうのやめて、ほんとに拾いにくいやつやめて、そうそうそう、拾いにくい、前なんかあったんですよ、そういうなんかいつまいてんてんってくだりがいつまいてんてん、とりあえずやってみて、いつまいてんてん、いつまいてんてん、ないんすよ、いつまいてんてんっていうものいつまいてんてんっていう言葉をなんか生んじゃって、それがなんかみんなキャッチになっちゃって、耳元触りが良いということみんなキャッチになってる、そう、キャッチになっちゃって、いつまいてんてんになっちゃって、いつまいてんてんになっちゃって、みんな頭の中いつまいてんてんというのは、というとって何何よってことか、じゃあ次のやつは歌舞伎町だけにいつまでになるんだ、じゃあ最後いつまでになるんだ、わー今日はありがとう、仕事終わったから LINE したよ、今日はなんと素晴らしい日だよ、あのなんて日だってことね、これなんとやらすかんな、これ何気ない今日という日が僕らの、これ知らないんだけど、この歌知らないんだけど大丈夫、みんな頭の中流れてるこれちゃんと、今日は俺らが出会った記念日だよ、生まれも育ちも違うのにこうして出会えたなんて、これってディスティニー、ディスティニー、なるほどね、うん、2人の関係はこれでは終わらせたくない、僕と一緒にタニシを取ってみた、突っ込むところが見つけたけど、見つけたっすね、うん、タニシ、タニシ、分かんないけどね、なんでこれタニシにしたのかも分からないし、うん、なんかこれ可愛いって言われてるじゃん、まあ、これ可愛いって言われてないのか、なんか面白いと思ってやってるのかも分かんないけど、あ、まあ一応なんかそんな感じであったんですけど、まあ、そうですね、まあ少なくとも、うん、タニシってあの前回の、まあ、前回タニシ出てないっす、ヤドカリっすね、ヤドカリっすね、ヤドカリっすね、ヤドカリの時ナルメさんいましたっけ、ヤドカリ事件の時、あ、おいないいないいないっすよ、ヤドカリ事件、ヤドカリ事件なんですヤドカリ事件いないっすよね、前回ヤドカリですね、てかめっちゃ早く終わっちゃった、どうしよう、確かに、あ、繋がんないね、これ早く終わっちゃいました、じゃあでも誰が誰のかちょっと、じゃあちょ、まずじゃあちょ、誰が一番良かった、あ、そう、誰が一番良かった、誰が一番ダメだった人寄稿しね、完全に、あ、そうだね、誰か、そう、一番悪かったやつ寄稿しで、一番寄稿しだね、寄稿しで、 CM 後に寄稿し、 CM 後寄稿し、寄稿し15分間で、これは絶対、これは絶対できましょう、どれが前回ルイ優勝、あ、そうそうそう、前回はルイがなんかわけわかんないクソみたいなラインして、いやいやいや、お前お気に行きすぎなんだよ、お気に行きすぎ、マジで最後のがマジだった、え、今回じゃあ勝負しに行ったよっていう人は、まあ全員、俺もう、まあ、俺も勝負しに、はい、勝負しに、ああ、よう言うたな、こいつら、ああ、よう言うたわ、完全に勝負しに行きましたね、まあ、普段、え、最後のみんな勝負しに行ったんでしょ、え、うん、まあ、一応ね、はい、うん、俺だなっていうのはすげえ思ってる、え、もちろん勝負、いや、結構勝負してるからね、実は、え、じゃあ、あ、マンジービリやめて、誰かなんだけど、マジマンジービリやめて、ほんとに、そういう、いや、マンジはダメ、いや、とりあえずダメじゃないから、全然ダメじゃない、いや、マンジはマジダメだと、ダメじゃない、そうやって、あ、出た、出た、出た、あ、出た、こういうマンジは、そういうマンジは、じゃあ、そういう、そういう、マジマンジ、そういうことを、もしかしてマジマンジ、違う、もうそういうことを、なんか周りなんかみんなでそういうのやるのはダメじゃない？待って、え、てんてんマジマンジって書かれてるけど、あれ、いつマイマンジ、いつマイマンジってなんだよ、いつマンジ、いつマンジ、いつマンジ、それはマンジってなんだよ、いつマンジ、私はマンジじゃない、マイなんかついてる、マンジあかんやろでも、じゃマンジ俺いいと思う、じゃあ、じゃとりあえず、じゃ一番ダメだと思って、一番良かったのか、あ、じゃ一番良かった、あ、そうだね、一番良かったのか、良かったやつ、良かったやつ、そうよ。一番良かったやつ何番目のやつか、うん、まあ、覚えてるか分かんないですけど、まあ、これが一番、ありがとう、これか、あの、お父さんに、これも、ちょっと待って、本当に意味分かんないから、はい、これか、ちょ、これ本当に、だって意味わけ分かんないから気持ち悪いじゃん、普通に、これ誰気持ち悪いの、このまま、あ、なになになにグイグイ来るやん、グイグイ来るやん、今後の丸々さんの人生に俺も混ざっちゃったみたいな、これ告白だからね、これは初回の人に送るのは気持ち悪い、普通に俺はそう思う、俺そう思う、俺天が、まんじ、まんじ的にはまんじって感じ、まんじ的にはまんじ的にって何、まんじ、まんじ的にって何、どういうことそれ、え、パピコ何味が好き、これ可愛い、何味が好き、俺も可愛いって言われてる、違うんだよ、これはこれはこれは、これ送ろい、誰これ書いたの、何味が好き、これやばっ、え、何これやばっ、ちょっと待って待って、聞いて、これさ
最強ニコイチ。え、これ来たら面白いでしょ。最強ニコイチって最強の今日はくあね、あの今日ねやっぱりニコイチの子をあえてこう、あえて強いやつ、強い方のやつ、強い方のやつだってみんな感じて分かるよね。てか、え、よくないこれ。マイメン2答えって言われてるけど、マイメンってやばくない？マジソウル感じるっしょ。マジソウルって感じる。マジソウル感じます。マジソウルっしょ、これ。ソウル感じる？ソウル感じる？うん、いや、この、ね、これね。これね。なんでこれでかいこれだけ。これだけ短いから。短いから。短いから。え、待って、これが一番しょうもなくね。なんか、くだらなすぎる。ま、これくだらない。ムカつくんだけど。てか、なんか面白さもないし。穴開けたい。穴開けたい。穴開けたい。こう破りたいもん、こう。あ、こう破りたいです。あ、なるほど、わかんないけど。こう破りたい。全然出してくれない。全然出してくれなくなっちゃった。出してくれなくなっちゃった。今は意味わかんないから。で、これでしょ。これデスティニー、デスティニー。LINE したよ。これ可愛いよね、でもね。これ可愛いです。なんやろ、これは。可愛い。可愛くないですよ、これは。なんかその。可愛いよ。だって、タニシ踊りに行きませんか。これ可愛い。下ネタやん、完全に。なんか、どこが？どこが？タニシ踊りに行きませんか。これ下ネタでしょ。どこが？言わせねえようなやつだから、これ。言わせねえようなやつ。あ、可愛げ放送書いてそうだ。つまり、あの、憧れてる人だ。憧れてる人だ。憧れてるけど。タニシ、タニシ一番いいって書かれてるんだけど。顎割れてるから。そう。待って、タニシが一番いいなって言ってる人。タニシ一番今までどうやって、どうやって、今まで逆に。お前ら漫才撮ったの。待って、タニシ良くないって言われてんだけど。いや、タニシ良くないでしょ。まんじゅうだけはない、ダメだよ。まんじゅうはないわ。まんじゅうでしょ。まんじゅうワンチャンでしょ。ワンチャンソウル感じるっしょ。あれ何だろう。いや、ちょっと。貴公子やめない。それ貴公子。いや、タニシ無難。え、違う、無難すぎてつまんねえってことない。だから、よく考えて、このなんかよく、その文才とかあるじゃん。その面白いとか、つまんねえなとか。でも、それさえないんだよ、タニシ。タニシはちょっと面白かったけど。あれ、いつまでてんてんのやつとか、クソつまんなくない。うん、どうそれ。あれちょっと考えたら、ちょっとタニシがいいって書かれてる。いつまでってもう意味不明、ほら意味不明って書かれてるよ。そっか、まあ、そっか、前々回知らないとやっぱりそうなんですかね。意味不明ってさ、書かれてるから、一番書かれてるからって言っちゃったけど。いやでもほら、やっぱそれは投票なんで。え、これってあれできないですか、あのニコ生みたいにあのアンケートみたいなのってできないですか。いつも 1,2,3,4 で、あの画面に。どういう感じで出してる。はい、なんかその画面の1番、2番、3番、4番でいいんじゃない。1番、2番、3番、4番で、あの順番で。これできるんですか。アンケート。いや、すげえ。アンケートで。お前めっちゃ詳しいやん、ほんで。え、これどうやって中学校の時、ニコニコ動画めっちゃ見てたんで。え、これどうやって暇人やね。暇人ですね。イントネーションね。え、これどうやって、どうやってんのこれ。え、ここに映るんですか、これ。それで、多分あの、投票してもらえると思うんですけど。え、そうなの。多分あると思うんですけど。え、無理でしょ。1,2,3,4 で。そんな初めてできるっつってんだろ。あ、なんで怒った。ニコ生の方ができるから。めっちゃ怒ってる。できるっつってんだから。めっちゃ怒ってる。ヤンキーやん。クリックでき、クリックできるんごって言ってるよ。待って、ボール。あ、そうっす、これっすね。どれが一番センスなかった。1,2,3,4 で。あ、多分一番センスないやつを決めてもらうところかな。え、どうやってやってんの。今出てるってことだよね、多分。え、今出てんのそれ。向こう側には出てるんじゃない。で、え、そうなの。そう、みんなが多分クリックして。え、本当に誰が何パーセントとか。そんなことできんの。あれ出てない。あれって言われてる。え、出てるのこれ今。出てる出てる。出てない。え、出てるのこれ。え、どうなんだろう。あれ、これもしかして俺がくだらせたやつ。これ出てる。ほら出てる出てる。ほらほらほら出てんじゃん。これでアンケート何番だっけ。1番が何。お父さん。1番がお父さんなのか。2番目がまんじ。3番目がいつまいてんてん。4番目がタニシ。タニシ、そう、タニシに入れてね。タニシに入れて。一番良かったやつ。え、良かったやつ。センスなかったやつ。センスなかったやつ。え、待って、一番良かったやつ。あ、そうだ。え、センスなかった。だからこれで一番センスなかった人は貴公子。貴公子です。いいや、一番。おお、すげえ。おお、え、すげえ。完全マンジ。マンジ 66% です。マンジ3センスない。ちょっと待って、ちょっと待って。マンジやね。マンジですね、これは。え、ちょっと待って。マンジ多いね。マンジやね。マンジですね、これ。マンジ。これ圧倒的マンジ。これマンジですね。圧倒的マンジって何。これ圧倒的マンジ。カイジみたいに言わないよ。これ圧倒的マンジ。圧倒的マンジ。カイジみたいな。マンジ誰なの。ザワワじゃないんだよ。これはマンジやな。 CM が楽しみやわ。ちょっと待って、違う違う、ちょっと待って。 CM が楽しみやわ。マンジに寄せない。だからそのカイジに寄せるのやめて。ね、圧倒的マンジ。圧倒的マンジ。ビッグマークの王様な。ちょっと待って。でもまだマンジ食い。マンジ食いとあれ CM 食い。 CM 食い。 CM 食いってない。 CM 食いに寄せて出てくる。ちょっと待って、そもそも今の動きは何ですか。え、寄せ知ってます。
すかこの、こがすかこれ、どこ知らない、バリアードスバリアードポケモンのバリアードスよ、エスパータイプ、ポケモン GO、 ポケモン GO、 もうあの CM 入っていい、ちょっと待って、じゃあとりあえず投票結果を、違う違う、これ投票結果を、あ、そうか、あれ貴公子が、貴公子がだからまだ誰がマンジかわかんない、そう、誰か、あ、じゃあこれだから、たい、あの CM 明けで貴公子やってたやつがマンジか、え、この間にもう出てるってことわかんってことなんですか、あ、これ時間制限とかないんだ、あ、ありました、もう終わりました、もう終わりました、あ、そうだ、アンケートはもう終わって、結果が、結果がもうあの満時、え、まだ出てないでしょ、結果、いや、出ました、出ました、さっき出ました、あのさっき何パーセントかって出たんで、あの4つで、あの、だから結果、満時で聞こうし、結果満時がダメだったんで、じゃあとりあえずあの、今から CM 入るんで、ちょっと待って、これは、左側ハーフ、そう、さっきの、これは完全に俺のことを、あれだよね、はめ落としたな、君らは、天下だけに、おっと、おっと、はい、どうぞ、CM、はい、どうぞ、先輩、なんだ、どうしても売りたいんです、でもなかなかうまくいかなくて、お前らロミジュリのシステム知ってるか、だから頑張れば売れるんだよ、絶対売れます、一生ついてきます、お前らやっぱりロミジュリだ、いるよ、貴公子いるよ、やめよう、あの、あの、これがうちの1500万プレイヤーです、これが、いやこれどうこれ、あれだよね、どっちかって言うと滑ってるよ、うん、ひどい、え、待って、今の面白いひどいよね、え、待って、君らやらしといてさああやらしといて、なんかその、何もないみたいな、やばくない、いやいやいや、え、なにこれひどいね、こないだも似たようなものこの間も俺とルイさん脱いだけど、面白くやってもらっていいかな、そうしたら、え、マンジで1500万あげたすげえな、俺クラスなんかマンジであげちゃうっすね、そう、あのやっちゃうね、そう、初回のお客様にあれ送って1500万あげた、この放送ボツで、ボツになんないですか、この放送なんないっすね、参考にならない、参考にならない、あ、これ同じやつやろ、いつも、あ、やばいやばいやばい、いつまいてんてん、はよ、いつまいてんてん、いつまいてんてんじゃないやん、いつまいてんてんは何か教えてくれ、まずちゃんとして、言う、そしたらできるから、それ、いつまいてんてんを、あ、もっと流します、え、本当にごめんね、あれは、あれは違う、いつまいないボンジョビ、いつまいでんでんは違うでしょ、ボンジョビ、でも、一回流しとくよくない、でもこんなにみんながさ、そうなんですよね、まあ一回、お料理売れてから言えよ、お前それが、それは何も言えんな、お料理売れてから言えよ、お前そしたらもうちょっと書くからな、そしたら公開パワハラ、公開パワハラ、怖いんだけど、公開パワハラ、まあ、はいはいはい、公開パワハラやばいっす、じゃあ何、俺が一番ダメだったのは分かったけど、誰が一番良かったの、そう、逆に良かった人、良かった人、一番良かった人、俺でもアンケートしなくてもなんか、いやもうなんとなくもうなんか4番ほら、なんかくったらねーわー、タニシ、タニシ、タニシくったらなんやねん、左の人、マンジ君っていうのはすごいかっこいい、CG 見てるみたい、マンジ君、え、全然褒められてない、マンジ君かっこいい、いや俺マンジ君じゃないんだけどマンジ君そのなんかコロコロコミックに載ってる漫画みたいな、やばいですね、マンジ君って、でもいいじゃん、マンジって呼ばれてしかも褒められてんやからさ、あ、じゃあもういいですか、マンジって言われて褒められてるってなんですか、そのなんか二大巨頭みたいな、やめてもらえ、マンジは別に嬉しくねえ、マンジテンガでいいじゃん、そう、マンジテンガ、マンジにしますよ、じゃあそしたらなんでその間に挟むの、マンジバーガーにする、マンジバーガー、マンジバーガーやばいっすね、マンジバーガーってなんだよ、マンジバーガー、マンジバーガー、マンジバーガーってなんだよ、マンジ先輩、やめろよ、マンジバーガー、マンジバーガー、マンジバーガーやばい、なんなの、マンジバーガーはやばい、ルイーって来てるよ、ほらほら、マンジバーガー、マンジ先輩イケメンだからな、言って、いや、マンジバーガーってなんだ、マジで、マンジ先輩が思う、じゃあ、あの最下位のやつ誰だった、いやいや、完全に、あ、つかもう誰が誰かとか言おうか、一番が、いや、待って待って、なんでなんで、言われたくない、そんな言われたくない、めちゃめちゃ言われたくない、一番ガーの瞬間に来たけど、もう分かって、もうそうや、違う、完全にそうや、マンジで荒れてるから、マンジの嵐だからこれ、マンジの嵐、こんなにマンジがコメントに出ることないっすよ、マンジ、まあまあ、あれだよね、中学生と一緒だもんね、まあ言っちゃえば、
うん、こっち系でしょ、だって、まあ、そうなんすかこれ、まんじ、まんじこっち系じゃない、風車じゃなくて、あ、まんじだ、そうですね、こういうこと。いやね、いつまんじてんねん、せめてその前の部分をまんじで変えないでいつまんじてんねん、アレンジすんないつまんじてんねん、まんじでアレンジしないで、やばいな、これまんじそんなにいい調味料じゃないからね、これ多分1ヶ月は消えないですね、これ1ヶ月、いやいや、まんじ、いつまんじてんてんでいい、いつまんじてんてんそれ言うてるだけやろ、それ飲んでるだけやん、いつまんじといつまいてんてんは完全にあと1ヶ月、すげーまんじでやられてるやん、まんじ、すごいな、やっぱ天下さんってブーム作りますよね、やっぱ天下さんぐらいになると、まあそうね、そうですよね、いつまいてんてんと、まんじと、いや、いつまいてんてんに関しては俺、あれシアが言ったんだからね、あ、まあ、違うから、あ、そうっすね、いつまいてんてんはシアが、じゃあとりあえず1番が、誰だっけ、なるみさんだっけ、投票して、投票何、いや、一番良かったのは、一番良かったのも投票して、あ、一番良かったの投票してもらいます、じゃあ一番良かったのも投票で、まあ、分かりきってるけどお願いします、いいっすか、一番良かったの、一番センスが良かったやつで、とりあえずてかさ、一番良かったのとかさ、これでさ、なんか、ま、もしまんじやったら、ほんまお前ら全員で貴公子やれよ貴公子で全員乱れろ、あ、一番良かったやつがすらもまんじだった、この空気をマジで貴公子で支配しろよ、お前貴公子ですか、じゃあ、一番良くなかったら、うん、まんじ、もう一回、いや、意味が分かんない、あ、そうっすか、逆にまんじもう一回ってなって、まんじだよ、これまんじなんてやってないよ、貴公子なんですよ、貴公子、いや、セカンド貴公子はないでしょ、俺は絶対帰ってきた貴公子、セカンドインパクト、いや、おかしいでしょ、セカンド貴公子は、セカンドインパクト見せよう、まあまあ、まあまあ帰ってくるおかしいでしょ、出戻りやん、出戻り、ビリだったらマンジもう一回、そう、ビリだったらマンジもう一回っすよ、え、マンジもう一回って何、だからマンジなくしてへん、一番良くなかったっていう、マンジって何をしとらへん、何か正解やん、はい、というかあるよ、早くね、来ましたね、早いんだよ、いや、まあ、まだ、さっさくっとね、あ、あれに映ってるやん、というか、はい、そうそう、結果あれ、あ、4番っすね、すごいっすね、3番良かったのは4番っすね、3番の0番っすね、ふざけてんな、あれおい、舐めとんな、おい、まんじ、まんじは、おい、まんじ舐めとんな、まんじ25本入ってる、おい、3番、2番違うわ、3番、あれ、3番お前や、はっずちゃんざんお前、まんじ上、まんじとか言っといて、お前サブ、お前って誰、昨日は俺や、え、寒こいつ、しょうがない、しょうがない、お前クサ寒いと俺入ってるやんけ、ゼロやったやん、てかよかったのに入ってるやん、てかお前じゃあもう貴公子だよ、いや、貴公子じゃない、完全に貴公子じゃん、しないでしょ、お前貴公子でしょ、だから3番の人、え、3番の人ですよ、もともと貴公子じゃん、俺が 0% いや、完全に貴公子だよ、俺が 0% それは、それは貴公子、貴公子なのか貴公子じゃないのかもアンケートしまうか、それは絶対貴公子になるだろ、え、じゃあ、え、じゃあする必要ない、じゃあ、分かった、分かった、分かった、じゃあ、あの俺と天下さん2人でとあのアンケートしてもらって、じゃあそのお前そのさ2年以上作らない俺だけ1人で貴公子やったのか、いやいや俺だってこれ頑張って、俺だってこの間いつまいライフしましたよそんなこと言ったらいつまいひろひろ、いつまいひろひろ、いつまいひろひろ、天下さん服脱いでないですかも今日、てかじゃあもうこれ完全にさお前じゃん、だってゼロなんだから、うん、ゼロじゃん、まあ、もう俺ゼロパーセント、意味わからんかった、俺ゼロだと意味わかんないですよね、あ、急に変えるな、4番目なんでさ、はい、4番目なるみさんです。違うからね、1番だから。4番目めっちゃ普通だから、めっちゃ普通。何が普通に、こいつが4番で、お前がマジで1番思ったら。結局、結局また、ルイさん。タニシさん、タニシさん。結局またルイさん。だって、いつまいタニシも見たくない、いつまいタニシやってよ、いつまいタニシいいね。こうやって、張ってよ、地面。いつまいタニシ地面張ってよ、ね、いつまいタニタニやってよ。いつまいタニタニ。タニシやれよ。すごいじゃん。なるみさん、貴公子40キロ。なんで、なんで俺が貴公子。おい、めぇ、聞きた、貴公子やったりましょう。あ、怒ろうか、お前ちゃんとせよおいちゃんとせよ、今まで怒られる意味が分からへん、ちゃんとせよ、何も俺ら怒られた一回ちゃんとしよう、本当にえ、待って、誰が誰かちょっと発表、え、だからまず、まんじが俺、貴公子が、貴公子お前や貴公子俺じゃねえわ、まんじも貴公子も俺貴公子じゃねえわ貴公子じゃねえわ、そんな、なるみさん進撃の巨人見てないですよ、いや、なるみさんが、あれ、なんだっけ、最初の、お父さんの背中ドン、お父さんの背中ドンみたいな、意味わかんない、意味わかんないやつ、意味わかんないやつね、パパなんで、僕はね、で、俺がまんじで、タニシで、タニシ、タニシ、タニシ君、お前なんだっけ、俺、貴公子です3番目の、0% じゃあ、貴公子で、準備があるよ、待って、あちらに、本当に、本当に、やんないですよ、もう、お前がいいよ、もういいじゃん、もういいじゃん、もういいよ、お前負けといてさ、それはないわ、もういいじゃん、もういいじゃん、さっきの、ゼロの裸貴公子じゃないの、さっきのまんじゅうに関しては、みんな結構ふざけて入れたとかあるからね、これで入んなかったら結構やばいよ、実際
だから気候子だ、完全に実際ゼロだったよ。いやいや、だから俺はだってもうそういうのじゃない。気候子なの、気候子じゃないの、どっち。いや、気候子やんないっすね、俺は。うわしょうもな、俺、本当にしょうもないよ。それはないな、気候子やろう。絶対そうなるやん。もう分かった、じゃあ俺が、じゃあ分かった、じゃあ分かった、はい、じゃあ上着だけ脱いで、上着だけ脱いで、じゃあこれだけ脱いで、上全部脱いで、一回ここ通り過ぎただけでいいわ。そしたらもう来て戻ってきていいわ。一回ここをもう急に嵐のようにやってきて。いいね、いいね、監督いいよ、監督いいよ。なんでここで、なんでここで監督いい、監督いいよ。なんで自分脱がないくせに。じゃあ俺はだってもう脱いで面白くなるじゃないもん。お前は脱いで面白い。俺脱いで面白くないでしょ、俺だって。いや、おいおい、いつまいてんてん、後でやる、やるのやらない、やらないよ、やらない。ほら、いつまいてんてん後でやるから、ちょっととりあえずいつまいてんてん後でやるってなんだよ。いつまいてんてんのこと知ってんのか、知ってんのか、いつまいてんてんのこと知らないね。じゃあとりあえず、はい、気候子1回やろうか。1回だけやろう、1回だけやろう。じゃあ俺、でもこれ脱いで1回もうこう通り過ぎるだけでいいんだもん。いや、全…目もくれずに、目もくれずに、目もくれずに、うん、あ、隠しとけばいい。あ、履けないですね。履けよう、じゃあ履けましょう。履けない、履けようか。これすごいじゃん、俺。履けてんの、履けてんの、履けてない、履けてないですよ。ほんとにして、ちょっと待って、時間ないやん、あと4分やん。進撃の日の輪だーと俺は言うから。早くしてよ、ほんとに。進撃の日の輪だーって言うから、お前ちょっとバーって言うから。いいですよ、わかります。はい、あ、はい、いくよ、はい、はよ。言わないですか。あ、そっか、そうだ。キャー、進撃の日の輪だー。わー。ということでね、ということでね、はい、これが公開パワハラですよ。本当にほどほどに盛り上がったということで、しょうもないこと書く系だって、マジで、マジでねえ、本当に怖いわ。しょうもないことばっかり。早く戻ってよね、日野、大丈夫だよ。お前は大丈夫だよ。でも今ので転んだのはすごい、すごい面白いハプニング。面白いハプニング。結構焦ったっすけど、やっぱ分かってんね、やっぱね、吉本だから。吉本、お前吉本、誰が吉本なの。あ、バンド世代、バンドやすた世代、吉本だから、吉丸だから、吉丸だから分かって。吉丸、それどっかできたんすか、それ。まず吉丸、それは詳しくいいっすか。吉丸だけちょっと詳しくて。あ、うるさいな。まあまあ、ひないたい。吉丸って丸いっすか、やっぱ。吉丸って丸いっすか、やっぱり。吉丸、大谷元から返信してますよね。詳しく、詳しくね。大谷元から返信してますよ。こけた衝撃で口いっぱいできてるよ。できてない。ちょ、うまいこと言わんといて。ちゃうわ。持って帰るのは、てへてへてへ。はい、行く前だって。行く前です。どうする。いや、結局なんか今日もあれですね、前回みたいな感じで。とりあえずじゃあ、え、支配するとね、まんじといつまいてんてんの、日差し支配した方がいいんじゃない。ならんわ、まあ、完全に日差しになる。まあまあ日差しです。今日から日差しになる。今日は日差し、一回日差し、支配した方がいい。一回日差し支配するどうやって、どうやって日差し、俺が膝だけ支配してもらって、今膝だけ支配してもらって、俺がこれから膝を支配するって言ってもらっていい。それだけお願い。オンリーでオンリーでお願い。俺が静かにするから。今日から俺が膝を支配する。違うね、絶対違いますね、これ。膝支配、膝支配、なに、ルイちゃん、支配、ルイちゃん支配して。いや、絶対ちゃうじゃないですか。いつまいてんてん、決めよ、いつまいてんてん。はい、じゃあお疲れでした。お疲れでした、はい、はい、なんかあの、来週は、うん、ちゃんとやります。ちゃんとやって、来週はちゃんとやるんで、ちゃんとして。ぜひ来週も見てください。ちゃんとして。ありがとう。